なので、まあ好奇心をくすぐる機械式時計というのはですね、ぜひ持っておいても損はないのかもしれません。ご覧いただきありがとうございます。ショービド時計店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画は、学生で機械式時計を使ってもいいのか、こちらについてお話をしていこうと思います。実際よくある問い合わせで、やっぱり今、中学生なんですがとか高校生なんですがっていうふうにご質問いただくこともあります。まあ大学生の方もちょくちょくいただいたりするんですが、まあ学生という立場で機械式時計を使ってもいいのかと、まあ皆さん共通していることなんですけれども、そこについて今回の動画ではいろいろ独断と偏見たっぷりでお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。ショービド時計店日曜日勉強会。はい、それでは今回の動画は、学生で機械式時計を使ってもいいのかという素朴な疑問。だいたいこういう質問を言われる時点でですね、疑問に思われているご本人が多いわけなんですけれども、この機械式時計を持ってもいいのか、安直に答えだけ言いますと、ぜひ持ってくださいっていうより、経験してください、体験してください。やっぱりそういう体験がないと、大人になったから機械式時計を持とうたってですね、何かしら弊害も出てくる可能性もあります。思った時がですね、やっぱり手に入れるタイミングかなと思いますけれども、まあもちろんご予算の壁もあるかと思います。今回の動画ではですね、もちろんその学生の方で、時計を持ちたいと思っているお子様の親御さん、またはですね、親御さんで相談された方なんかが、まあぜひ見ていただきたい動画かなと思っております。はい、では行きましょう。学生で機械式時計を使ってもいいのか、まあ、よくいただく本当に多いご質問なんですが、これは、YouTube のコメントとかですね、多いのがまずこちらです。まあ、たまに電話でもいただいたりもするんですけれども、まあ、こうやっぱり使ってみるべきと僕はお答えします。まあ、もちろん予算の壁があります。まあ、お年玉であったりとか、その誕生日だったりとか、コツコツお小遣いを貯めたり、またバイトで頑張って、ね、貯金を作って買うのも一つありな話だと思います。まあ、この機械式時計といいましてもですね、幅広いので、一概に一つのモデルというのに固執しているわけではありません。まあ、もちろん予算という壁というのはですね、一番先に出てくる部分ではあるかと思います。特に、まあ親御さんが買ってあげる場合は余計にですよね。親御さんが買ってあげられない理由は、今いろいろですね、なくしたりしてないからとか心配もあるかと思いますけれども、まあこの時計をですね、持つ意味といいますか、持つ価値といいますか、はい、まあ現在やっぱスマートウォッチとか、いろんな電子機器もあります。もうスマホね、これ時計以前にスマホを持つか持たないかという議論される場合もあるかと思いますけれども、まあ、このスマートウォッチとかですね、そういう電子機器というのは、まあ、元を考えるとですね、ルーツとしては時計がなければこういったものも存在していなかったかもしれません。はい、未だにですね、日時計とか水時計しかなかった場合、時間を計測することができないので製造にも大きく関わります。ということは、時計というものは誕生していなかったかもしれないということをまず覚えておきましょう。はい、まあ、やっぱりですね、歴史とともに進化して、まあ、人間が心血を注いでどんどんこう時計というものも進化してきました。昔はですね、柱時計とか、まあ、大きいね、こうすごく携帯するわけではないようなでかいものが時計の役割をしていたんですけれども、今はですね、それを懐中時計とか腕時計とか、本当に手で持ち運べる携帯できるサイズにまで進化しているところにはですね、とてもロマンがあります。まあ、クォーツで持つのももちろんありなんですけれども、やっぱりこうゼンマイを巻くっていう概念を今の子どもたちはですね、知らないこともありますので、まあ、そういったですね、古きを知ることでまた新しき知識がですね、好奇心が湧いてくる可能性もあります。なので、まあ好奇心をくすぐる機械式時計というのはですね、ぜひ持っておいても損はないのかもしれません。やっぱりこう内部の構造とかですね、ちょっとずつ興味を持ってくると、ひょっとしたら未来の時計技能士に育つかもしれませんので、そういったところはぜひ、体験できる可能な限り、体験していただきたいなと思います。はい、次はですね、いいも悪いも経験すべき。機械式時計をですね、学生の方が所有していると、まあ、この故障とか故障、あとは紛失、こういったリスクが必ずと言っていいほどついてきます。
まあ、しかしながらですね、これは時計に限らず生きていく上で、必ず体験することであり、早くから体験することで、経験することで、まあ、未来の学習にもつながる可能性があります。やっぱこうなくしてショックだった、落として壊してショックだったみたいなこともやっぱり経験すべきではないかなと思います。まあ、かくいう僕もですね、やっぱり過去にバイクの運転中に時計を落として壊したこともあります。ショックという文字では表せないぐらいショックを受けて、ですがまたそれで頑張ってバイトをしてお金を貯めて買い直すという経験もさせてもらいました。とても貴重な経験だったと思います。やっぱり物は壊れるというものをそういうところで学んでいくべきことなのかなというところですね。やっぱり機械式時計というものをですね、まあ、付き合っていくと、まあ、愛着を持って使うももちろんそうなんですけれども、そういった、まあ、ショックとかですね、いろんな、まあ、喜怒哀楽の学習にもなりますし、やっぱり機械式時計の使い方、付き合い方というのをですね、若いうちから知っておくことによって、いざ社会人になり、まあ、時計をつけたりし始めた場合にですね、扱い方が慣れているだけでも、まあ、同じ状態で全く時計を使わず育ってきた子たちとは少しレベルが変わってくるのかなと思います。やっぱ思考が深まることによって知識も増える、そうした知識が増えると、まあ、人間的にですねレベルが上がるといいますか、まあ、そういった付き合いもできるようになるということも、一ついい体験になるのではないでしょうかと、はい、まあ、行動や態度というかいろんなものが変わってくるかもしれませんというふうに覚えておくと、ぜひ機械式時計というものは持つ価値があるのではないかなと思います。はい、次はですね、最も言いたかった部分なんですけども、まあ、親世代が子供たちの憧れになりましょう。ここはとても大事なところかなと思います。僕は実際ですね、今、まあ、辞めて、9年、まあ、現時点で9年なんですけれども、もともとタバコを吸っておりました。まあ、タバコは好きで吸っていたというよりはですね、まあ、お酒を飲むとかタバコを吸うとか、まあ、味で、この始めたというわけではないですね。やっぱりこう、まあ、映像画面の向こうで、こうドラマとか映画の俳優さんとかがですね、かっこいい仕草でタバコを吸うとか、まあ、お酒を飲んでいるのを見て、またはですね、尊敬する先輩なんかが、まあ、そういうのをたしなんでいる姿を見て、あ、やっぱり自分も年を重ねるとこういうことをやりたいなというふうな憧れを持って、まあ、正直マネから入ったんですね。味なんて分かりもしません。年を取った今でもですね、まあ、お酒は美味しいと感じますが、はい、タバコなんて煙ですからね、そんなに味が美味しいなんてすることはそんなにないのかなと、まあ、今はいろんなフレーバーとかありますから、ひょっとしたら違う概念かもしれませんけれども、まあ、そういうのはですね、やっぱり人に憧れて、憧れの人を真似てやるものであるかと思ってます。はい、やっぱりこうですね、今若者の時計離れが進んでいるというふうに言われたりもします。まあ、その時計離れが進んでいるっていうのはですね、多分と言いますか、時計から離れていっているというよりは、憧れる大人が時計を着用していないということも一つあるんではないでしょうか。やっぱりこう人に憧れるというところはですね、人間である以上変わらずあるんですけれども、着用している大人がですね、少なくなればなるほど、やっぱりこう時計をする文化自体がですね、なくなってしまう可能性もあるのかなと思います。もちろん好きでつけているのが一番なんですけれども、やっぱりそういった文化として僕は時計をつけることはですね、やめてほしくないなと思いますけれども、やっぱりそういうところで、まあ、興味を持っていただいて、この人がつける時計とか、まあ、この憧れのこの人がつける時計は何だろうというふうに、まあ、いろいろ知っていただくのも一つ楽しみ方かなとは思います。はい、まあ、やっぱりこうだからスマートウォッチとかですね、普及しているのはやっぱつけている人がいるから、まあ、それの人を見て、あ、こんなもの欲しいなというふうに思っていくのも一つの需要なんではないでしょうか。はい、やっぱりですね、時計は引き継がれていくべき存在ではあります。時計というものがなくなってしまうとですね、だいぶ世の中が変わってきます。まあ、時計がなくなることはないんですけれども、やっぱりこの若いうちから、まあ、いろんな時計を使ってもらうとか、懐中時計なんかね、結構意外に若い方の方が興味を持ってくれたりするので、ぜひ使っていただいた方が嬉しいなと個人的にも思います。はい、こんな感じでですね、ぜひ学生の方は機械式時計
可能な限りチャレンジしてみてください。まあ、お小遣いで買える方はお小遣いで買ってみるとかですね、あとはもう親御さんのご協力が仰げる場合であれば、まあ、親御さんのご協力のもと時計を持っていろんな体験をしていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。またですね、先日お買い上げいただきましたヴィンテージのロンジ、ありがとうございます。入ればすぐなくなってしまうヴィンテージのロンジ、まあ、今では生産されていないんですけれども、まあ、大体2000年初期ぐらいですか、このあたりのモデルは精度も良く品質もいいのでとても人気です。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画が参考になりましたら、高評価であったりコメント、チャンネル登録もお待ちしています。それではご視聴ありがとうございました。今年もたくさんたくさんいろんな方にご覧いただき本当にありがとうございました。12月19日来週の時計に関する日曜日勉強会、こちらはライブ配信となります。年内最後かもしれないライブ配信です。ぜひご参加いただけたら嬉しいです。皆様と2021年一緒にプチ忘年会ライブでやりましょう。